ではただいまより自動運転バスに乗ろうアット三町出発式を開催いたします。はじめに栃木県知事福田富一より式辞を申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。本日は栃木県 ABC プロジェクト自動運転バスに乗ろうアット三部町の出発式に多くの皆様方にご出席をいただきまして心から御礼を申し上げます。小菅町長、そしてまた佐藤県議会副議長をはじめご来賓の皆様方にも花を添えていただきましたこと心から御礼を申し上げます。ところで三部町内も町営のバスが運行しているかと思いますけれども、公共交通というものを取り巻く環境が大変厳しい状況が続いてまいります。例えば運転手さんがいない、また公費の負担が年々増額をしてしまうといった課題が山積しています。一方で近年の自動運転技術は進歩が目覚ましいという状況にあります。 AI などを活用しまして無人の自動運転サービスの導入はこれからの今申し上げましたような課題の解決に非常に有効であると捉えております。このため県ではこの自動運転技術の導入を重点的取り組みとして位置づけまして、自動運転システムを導入した路線バスを県内で多くの方に利用してもらえるよう、県内10カ所で地域特性に応じまして実証実験などを進めることとしております。ここ三部町が3カ所目の実験場ということになります。多くの人が集う観光地としての実証実験として、ここ三部町の道の駅三部でまさに今始まろうとしているところでございます。茂木町、小山市ですでに実験をしてまいりました。この際は自動運転レベルは5までにね、レベル5まであるんですけれども、今までの2カ所茂木小山はレベル2、レベル2の実証実験でございましたけれども、今回からは将来的な実装を見据えまして1段階上がっていよいよレベル3、レベル3相当の実証実験を行うこととなります。これまでのバスはハンドルもブレーキもアクセルもついてたんですけれども、まだ私中見てませんが、今回からはハンドルもブレーキもアクセルもないと、こういう1段階上がった実験を行うこととしておりますので、どうぞ三部ハイウェイパーク内に自動運転バスの走行状況を見ることができるモニターも設置した上で、新たに設置した上で実証実験を行うこととなっておりますので、多くの方に乗ってみてもらいたい、そして実感をしてもらいたいと心から願っております。県といたしましては自動運転技術の導入に向けた機運の醸成を図ってまいりますので、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。本日お集まりをいただきました皆様方のご健勝と三部町の発展を心からお祈りを申し上げまして、実験の開始にあたりましての挨拶といたします。はい、ありがとうございました。続きまして、お忙しい中本日の出発式にご臨席賜りました来賓の方々を代表いたしまして、三部町長小菅和也様からですね、ご祝辞をいただきたいと思います。小菅町長、よろしくお願いいたします。どうも皆様おはようございます。
ご紹介いただきました地元の町長小菅でございます。今江戸富田知事からいろいろとお話ございましたが、まずはこの自動運転のバスがですね、この三保町に来ていただいたということで、本当に県知事をはじめまた私どもの地元の佐藤良副議長、また沖縄下野市の永山県議会議員ということで、またさらには県の職員の皆様方のお骨折りにですね、私も茂木町のバスは乗ってきたんですが、全然あのバスと違うものが全く次の次世代をこう感じ取るようなバスをこう今回実証で走らせていただけるということで、大変注目もされるだろうなというふうに思っています。今知事からお話しありましたように、交通弱者というのはこれからの社会の問題でございます。高齢者はとにかくドライバーの車から車の運転をやめてくださいというふうに言われて、免許を返納したときに、じゃあ買い物はどうするんだ、ちょっと遊びに行くのにどうすればいいんだっていうのが皆さんの声で、私もですね、町内にしっかりとバスを走らせろというふうなことをよく言われております。町自体もですね、公共交通ということで、この自動バスとは別にですね、しっかりとそういったものを構築して、より便利な町づくりというものを目指していこうというところでございますが、今知事からお話がありましたように、その中にはやはり運転手の問題とかいろんなハードルがあります。そういうハードルを一気にですね、この自動運転バス、この ABC って 何の略かなと思ったら、オートマティックバスチャレンジラーです。 C はチャレンジだということなんで、あくまでも進化をしていくということでございますから、この実証試験、実証の運行でですね、いいところ悪いところも見つけながら、そしてそれをよりいい、住民に優しい形の、運転の運行にこういう形で進めていければと思っています。特にここハイウェイパークはですね、お隣にワンパック公園がございます。ワンパック公園は50ヘクタールを超える面積でございますので、50ヘクタールを超えるというと東京のディズニーシーとほとんど同じ面積ということなので、ああいう広いエリアをこの自動運転のバスが走るということで、非常に子どもたちにも夢をこう与える素晴らしい乗り物になるのではないかと思いますので、まずは乗っていただくということで、その中で子どもたち、そして高齢者の方からいろんなご意見をいただいて、そして直せるものは直していくということで、県の職員の方といろいろ相談をしながら進化を一歩一歩させていただいて、そして完成の形に近づけていけたらというふうに思っています。いずれにいたしましても、これからの次世代の新しい取り組みでございますので、今日ここで三保町からスタートができるということで、大変感謝を申し上げながら、また、このバスがですね、皆さんにこう愛していただけるように町としても一生懸命 PR をさせていただいて、町民から本当にこう注目の眼差しで見ていただけるようなバスの運行に努力をしていきたいということをお約束を申し上げまして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日はバスの運行誠におめでとうございます。ありがとうございます。はい、小菅町長ありがとうございました。ここで本来でございましたら、ご来賓の皆様方全員からご祝辞をいただきたいところではございますが、時間の関係上誠に申し訳ございませんが、以下ご紹介のみとさせていただきますことをお許しください。また恐縮でありますが、お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立の上ご挨拶をお願いいたします。栃木県県議会議員佐藤良様、はい、本日はおめでとうございます。県議会議員高山勝則様、おめでとうございます。理事長議会議長浜田秀夫様、おめでとうございます。その他栃木県県土整備長田代仁氏が同席してございます。おめでとうございます。テープを押さえたままでお願いいたします。私がですね、お願いしますと、申しましたらですね、テープにハサミを入れください。よろしいですか。はい、それではお願いいたします。ありがとうございました。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。
適性と、それから安全性、あ、ありがとうございます。これが担保されていいんだというのを実感しました、はい。快適性については園内ですのでマリコンがないということもありますけれども、速度については10キロ、時速10キロメートル、設計速度は25キロまで出るそうですけれども、今回の実証実験は10キロメートルです。それから安全で快適性は非常に、あのバスのこれまでのレベル2のバスとは全く乗り心地が違う、ぜひ試乗してもらいたいというふうに思います。それから安全性の問題ですけれども、途中で枝が出ているところでブレーキがかかってストップしたんですけれども、そのぐらい動くもの、あるいは固定物も含めて周囲の状況を把握しながら運行し、安全性を保つためにはもうブレーキ、減速ブレーキ、これが自動で行われるということも確認しました。レベル2で実証運行に乗せて試乗させてもらって、本日レベル3相当で試乗させてもらいますけれども、まあ、格段に自動運転が進歩しているというのを実感しました。安全性を確認した上で国体、一期一会栃木国体でも自動運転バスを使うことになっておりますので、そこに結びつけていきながら令和7年のレベル4での実施運行につなげていきたいというふうに思います。車はハンドルがあってブレーキがあってアクセルがメタルペダルがあるもんだというふうに思っていますので、乗車をして違和感というのはあります。本当に大丈夫なのかなっていう心配もありました。しかし2キロ程度の一周の運行に乗車試乗させてもらって、そういう懸念というのはないというのを確信しました。ですので、まさに次世代カー、未来カーになると思いますけれども、まあ、これからの時代は自動運行で、なおかつそのためにはハンドルもアクセルもブレーキもいらなくても安全性、定時性、速達性、まあ、こういうものをしっかり担保して、お客様が必要なところまで運んでもらえると、まあ、これがますますそういう時代が来るということを実感しました。